私の方からですね、電子署名関係の活動ですね、標準化活動で、まあ、エッツィとの関係ということでお話しさせていただきます。で、まずですね、簡単に自己紹介をさせていただきます。私、セコム、株式会社 IS 研究所におります佐藤正志と申します。もともと、まあ、情報セキュリティとかですね、まあ、特にですね、暗号を応用した電子認証であるとか、電子署名、こういったものが専門分野でございまして、まあ、最近ですと、まあ、ブロックチェーンのようなものですね、とか暗号資産の話も、ちょっと専門領域としてやっております。で、さまざまなですね、業界活動で活動しておりまして、まあ、今回、このエッジのお話を、中心にさせていただきますが、そのエッジの、アソシエーションメンバーに入っております、日本ネットワークセキュリティ協会というところで、電子署名ワーキンググループというところでですね、活動しております。それ以外にもですね、ここもですね、欧州との、連携の議論をしてるんですけども、日本、トラストサービスフォーラムであるとか、そういったものですね、いわゆる電子証明書関係の、業界活動で活動しております。それ以外にも、実はオープン ID ファンデーションジャパンであるとか、暗号資産関係のですね、団体であるとか、こういったところでいろんなところで活動しております。で、それ以外に、標準化っていう観点で、ISO の TC154 という、いわゆる、昔で言う EDI みたいなことですね、トレーディングの、分野ですね。こういったものの、取り扱っている TC154 というところで、これも電子署名関係なんですけれども、ここのマージー6というところで、標準化ということを行っております。それ以外、今回の、ちょっとメインターゲットではないんですけども、ブロックチェーンに関しても TC307 というところで、やっておりまして、国内審議委員会の中で、マージー 2JWG4 という、セキュリティですね、ブロックチェーンのセキュリティに関する国内主査を務めております。というところで、いろんなところで、活動しておりまして、今回はエッジのお話ということです。で、今回のですね、エッジの後でお話ししますけれども、どちらかというと通信領域のお話なんですが、ちょっと私の活動しているところがですね、どちらかというとアプリケーション領域というところで、皆さん、他のですね、ご講演者の皆様と少しレイヤーが違うところがございますので、まず簡単に私のモチベーションですね、視点をちょっとご紹介したいと思います。で、私のですね、考えているところは、デジタルエビデンスと言われているところで、いわゆるデジタルデータによって、どう証明するかというところですね。エビデンス、デジタルデータをどうエビデンスとして残すかというところです。言ってしまうとデータの申請性とか、最近の流行り言葉でいくとトラストとかですね、そういったところにございます。で、やり方の一つとして、この、皆さんの社内システムだったりとか、あるいはクラウド、そのクラウドとかファイルサーバーみたいなところですかね、にこう安全に保管するっていうやり方も一つあってですね、データをですね、このデータ作成者がデータをこう作ったり、そこにインプットして、データをこうサーバーの方で置いてですね、で、このサーバーが安全に記録するというやり方、今もこういうやり方を皆さん取ってると思うんですが、この時の課題としてですね、保存期間が長い場合に、これをずっと安全にですね、記録が改ざんされてない、それから誰が作ったのかとか、誰が閲覧されたかとかですね、こういったものをですね、ずっと記録してですね、ずっと留めておかなきゃいけないということの、維持していかなきゃいけないコストが発生すると。で、さらに、こういうシステムをですね、入れ替えなきゃいけない、サーバーを入れ替えなきゃいけないとかですね、他のサーバーにデータを移したいといったときにですね、そこの移行であったり、連携時に、この記録をどう維持するかというところでいろいろ問題が起こってきます。で、さらにですね、これが第三者サービスであったときにですね、このサービスが停止してしまったりですね、もう究極的にはやめてしまったときに、この記録にアクセスできない、もうデータがなくなってしまうということもあります。ですので、私の、ですね、アプローチとしてはですね、考えているアプローチとしてはですね、失礼しました。このデータポータビリティというところを重視して、このデータに対してこうエビデンスとなるですね、いわゆる電子証明というものですね、これをつけて、いわゆる暗号技術を使ってデータを保護してですね、このデータ作成者がちゃんと誰が作ったのか、で、作った以降改ざんされないっていう状態を作って、このサーバー等に置いてあげようと。で、そうしておけばですね、データをですね、他のところに移動してもですね、データ自体が保護されてますので、このデジタル証拠の有効性は損なわれないだろうと。ということですね。で、データの確認する側もですね、このデータさえ確認できればですね、ちゃんと検証できると。ちゃんとデータ作成者が作ったもので改ざんされてないねってことが確認できるというものですね。こういったものを目指す。
つまりこのデータの標準化ですね、データポータビリティ、このための標準化を目指すというところが、私のモチベーションです。でその時にですね、いわゆる電子署名の分野なんですが、そこの標準化の考え方として、やはり使える標準化を目指すというところが第一にございます。あの他の皆様のですね、ご講演、今までのご講演者の皆様も、あのやはり活用の話を、標準技術として活用するという話を重点にお話されてましたけど、まさにその通り、私も同じ考えでして、使える標準規格を目指すということを第一に考えております。つまり、他の、サービスであったりですね、プロダクトとやはり相互運用性ですね、相互運用が取れる形の確保ということが最重要課題かなと思っています。ですので、なんか一個ですね、標準規格を作って、パブリッシュされたらそれでいいという考え方ではなくてですね、それを使えるものにしていくまでが重要かなというところで、もう私以外もですね、そういった考えを持っている皆様が集まって、この JNSA というところですね、日本ネットワークセキュリティ協会ですね、JNSA。これでチャレンジ PKI プロジェクトというのがですね、昔、もう2000年代になりますけれども、行われました。まあ、ここではですね、証明書のですね、総合運用性を図るためのテストスイートを作ったりということのプロジェクトが行われていたんですけれども、まあ、これがまあ一つ私のまあモチベーションのきっかけになっている動きのスタート地点かなと思います。でここで考え方ですがね、この考え方を生かしてこの eCOM という、まあ、日本のですね組織なんで、まあ、過去にあった組織なんですけども、電子商取引推進協議会というところですね、ここで、いわゆる電子署名の、まあ、業界標準ですねを作って、それのを実証するためのプラグテストというものが2005年に行いました。でその後にですね、この eCOM のその業界標準というものが、まあ、欧州で作っている標準技術ですね、に基づいて、一緒に標準化していったわけなんですけども、そういう、まあ、欧州とのつながりがあったわけですから、その日本と欧州の間でですね、一緒に、その実証実験をやろうということを2007年に行いまして、で、それ以降ですね、エッチの方でですね、電子署名の実証実験、オンラインの実証実験ということがですね、継続的に行われているということになります。ですので、このようにですね、まあ、日本独自で何か作って、ですね、電子署名規格を作って、でそれを標準化するという動きも考えられたんですが、我々としてはですね、それによってですね、結局その国際的に使えないというかですね、使えないというと語弊がありますが、やっぱりちょっと影響力がちょっと弱くなってしまうということをやはり懸念しましてですね、やはり国際的な標準化の場でですね、日本の意見を取り入れながら使える標準化をしていく、一緒に標準化していくという動きをですね、取って、いるという考え方をしております。そこでエッチなんですが、そうですね、エッチは、まあ、欧州の、この、まあ、通信規格を行っている標準化団体なんですが、我々はですね、我々とか、その日本ネットワークセキュリティ協会はですね、このエッチのアソシエーションメンバーとして参加しています。ですので、そのエッチの、規格を、じゃあ JNSA が一生懸命作っていくかというと、そうではなくてですね、ここと連携しながら、ちょっと ISO、後でちょっとご紹介しますが、ISO の規格を作るという動きをしております。ですので、ちょっと今日はですね、エッジの中の組織でどういう標準化策定のフローがあるかというお話をちょっと今日は、ちょっと、避けまして、そのエッジがその欧州の中でどういう位置づけにあるのかみたいなことをですね、後に紹介したいと思います。その方がですね、その欧州の、まあ、この分野における考え方ですね、標準化に対する考え方で、それからそのエッジがどういう、そこをどういう、役割を担っているのかというところの、全体像がちょっと理解できるかなと思いますので、そうしたお話をこの後にしていきたいと思います。で、エッジはいろんな、まあ、通信規格ですね、の、エリア、いろんな、テクニカルコミュニティというよりですね、委員会を持っているんですが、その中の一つに、この ESI と、いうものがございます。エレクトリックシグネチャー&インフラストラクチャー、まさに電子署名のまあインフラですね、技術インフラを作るというミッションを担ったグループです。で、それ以外にもですね、サイバーセキュリティ
を、議論している、まあ、サイバーというグループもあったりですね、まあ、その通信と言いながらも通信の、通信規格の部分以外ですねのアプリケーションに近いところですね、こういったところもエッジのカバーする範囲でして、非常に幅広い分野を、の議論をしているところです。で、我々はですね、我々 JNSA のメンバーはこの ESI の組織に、テクニカルコミッティに参加して一緒に議論しているという形になります。で、エッジ自体はですね、まあ、欧州と名前を付いているんですけども、その欧州の規格通信規格の団体ではあるんですが、まあ、世界中のメンバーが参加しておりまして、これはエッジ のサイトから今引っ張ってきたんですけれども、この色の濃くなっているところがですね、より濃いところのが、まあ、参加者が多いですね、参加、組織が多い国になるんですけれども、まあ、水色になるほどちょっと参加者が少ないところになりますけれども、まあ、このように言ってしまったですね、欧州の標準化団体なんで、まあ、欧州のメンバーが非常に多いですね。ただアメリカからも多く出ていますし、まあ、他のですね、アジア圏からもですね、日本も含めて中国、韓国とかですね、こういったところからも幅広くですね、参加しているという組織になります。で、この中でできたそのエッジの規格というものは、特にまあ電子署名関係なんかですとですね、非常に世界的にですね、影響力の強い規格になっています。ですので、まあ、欧州の規格と言いながらも、やはり世界的な、影響力を持っているところです。で、我々のその電子署名の分野ですね、はですね、実はその欧州の、法制度ともですね、非常に関係性が強いものがございまして、それをちょっとお話ししたいと思います。で、もともと日本でもですね、2000年にですね、電子署名法というものができましたけども、まあ、それ の議論のまあベースとなっているのが、その EU の電子署名指令というものがございまして、それが1999年に、施行されています。で、ここはですね、この指令というものは、EU はまあ全体ですね、EU 加盟国に対してまあ全体の方針みたいなものを決めて、で、実際の法律はまあ各国で、定めるみたいな動きをしています。で、それをですね、ですので各国がまあ法制度を定めてたんですね。で、この時はエッジとかですね、まあ、もう一つの線という、標準化団体もあるんですけども、ここがまあ技術指標を作ってるんですが、まあ、法的にはそこまでこう義務とかですね、そのリンクしてるわけではなくて、まあ、いわゆる線とかエッジが技術指標を定めてるよというものです。まあ、事実上の標準みたいな感じですね。で、ところがですね、2016年から少し趣が変わりまして、EU の電子署名法を各国の電子署名法を上書きするような EIDAS 規則というものができました。で、これがですね、非常に強力でして、もう EU でも各国の電子署名法を決めちゃうみたいな感じですね。で、この例の中にですね、電子署名以外 の EID、いわゆる日本でいうとマイナンバーカードみたいな感じですかね、その EID みたいなものですね、こういったものも入って一緒に法制化されたというのがあります。で、この時からですね、少し、もう終わりですかね、すみません、ちょっと早めますね。で、エッジと線の、規格がですね、より強力になりまして、EN というものに変わりました。ヨーロピアンノルムというものですね。で、ここで、よりですね、強制力のある、規格に変わりました。EU 国内の標準となったわけですね。で、EIDAS はですね、先ほど申し上げた通り、まあ、いろんな EID も含めた、電子証明も含めたというものの法律ですけども、これの目的は、欧州内の、まあ、デジタル単一主導を作ると、国境を越えた電子取引を実現するということですね。で、まあ、ここが飛びまして、で、それに従ってですね、法律の中で、標準を、こういう標準を使いなさいというものがですね、示されるんですね。いわゆるエッジがその法的に、まあ、要件を満たした規格をエッジや線が作りなさいと指示しているわけです、法律の中で。で、それに従って、この技術的フレームワークを作ってですね、まあ、言ってしまうと暗号 の技術であったり、で、それを作るデバイスですね、暗号を生成するデバイスであったりとか、で、それからそこのデータフォーマットとかですね、まあ、こういったものですね、それからそれを運用するサービスの運用規定であるとか、評価基準とかですね、こういったものも幅広く。というところで、その言ってしまうと欧州が、委員会が、まあ、法律と技術が整合化するような形でこうフレームワークを作ったということになります。で、こうした動きはですね、もともと欧州もやはり標準規格を作ってきたわけなんですが、やはり
全体ですね、社会全体的には必要なんだけれども、やはり個々の、ベンダーさんですとか、サービスの事業者がやはりコストがかかっちゃうということで、やはりなかなか普及が進まない、標準の技術の普及が進まないというところがありましたので、これを少し法律で支えてリンクして、なるべくみんなで使って、ですね、社会全体でこうレベルアップを図ろうっていうような、思惑になっています。これが一つの欧州の一つの戦略的な考え方だということで、ちょっとご紹介したいと思いました。というのはですね、今回アーキテクチャという話がありましたので、その技術的なアーキテクチャと、もう一つその欧州ではその法制度面ですね、それからその監査とか評価基準みたいな、こういったものを狙っているというところですね。で、ちょっとですね、まあ我々日本のメンバーは、まあ、その EIDAS そのものを使えませんので、そこの日本の要件を入れたですね、形で、日本の要件をうまく強く出した、技術標準としてですね、ISO とも定めています。ですので、ここは、まあ、EU のメンバーともディスカッションしていますが、EU の要件そのまま飲んでるという形ではなくてですね、我々のやっぱり要求するところで ISO というものを作っているという形になります。ということですね。で、今後ですね、EIDAS 規則も、欧州の中で見直しが図れられますし、ですね、見直しになって、まあ、いろんな要件も、変わってくるかなと、技術的要件も変わってくるかなと思います。で、もう一方でですね、EIDAS とは別にサイバーセキュリティアクトというものも施行されてですね、これは IoT 機器の、まあ、セキュリティの評価とか、認証の基準ですね、こういったものを EU 統一基準にしようという動きもありますので、こちらもですね、並行的にちょっと眺めていく必要があるかなと考えております。あ、すいません、長くなりました。以上となります。